宮崎県の海岸線の総延長は398キロメートル、南北に長く、その沖を南から北に向け黒潮が流れ、岸近くでは豊後水道から南向きの流れが入ってきています。陸地からは大小の河川が海に栄養豊富な水を運んでいて、良い漁場となっています。魚には群れを作るものとそうでないもの、深いところにいるものと水面近くにいるものなど、魚の住んでいる場所や習性により漁獲する方法が異なります。日向灘の大陸灘域に生息するハモやメヒカリ、漁獲するのに宮崎県では底引き網漁が用いられています。底引き網漁はその名の通り、海底を引きずるように網を引っ張り、海底にいる魚を漁獲する方法です。ハモ漁の場合は、ハモが活動を始める夜に行われます。日向灘のハモ漁は通年漁獲されますが、6月から8月が生魚期です。漁場に到着すると、まず網を引きながら陸と平行に進みます。魚が傷まないように引き網の操作時間を極力短くして網を上げます。底引き網漁はハモ以外にも海底にいる魚が大量に取れます。漁獲された魚は早朝より水揚げされ、その中のハモは大きさや形、傷などを見て重さ 400g から 1kg で選別されます。そして競りで売買され、各地へと配送されます。脂質の多い濃厚なハモは茹でた落としとして、淡白でヘルシーなメヒカリは唐揚げとして美味しくいただけます。